大宮アルディジャベントス対日テレ東京ヴェルディベレーザの一戦です。まずは前半のシーンです。ベレーザ、ここで藤野が持って自ら打っていきました。キーパーの望月もよく反応しました。最後は藤野の左足でした。続いて大宮のシーンです。得意のサイドからの攻撃で仕掛けていきます。中田から五島のヘディングシュート。惜しくもゴールにはなりませんでした。続いて16分のシーンです。ここもサイドから中田、井上が取ります。折り返したところ高橋でした。ここも惜しいシーンとなりました。連帯でのまま試合を折り返します。後半開始早々の5分でした。植木が取って、植木の右足、冷静に決めることができました。1対0で先制です。そしてその直後、大宮もいい守備を見せていました。しかし最後は植木が決め切りました。そしてその直後の8分のシーンです。コーナーキックから村松のシュートです。キャプテンの村松のヘディングゴールが決まりました。今日は再三このコーナーキック数多く獲得していたベレーザでしたが、ここでようやく決めることができました。起動したのキックから村松です。そして最後は大宮のシーンです。ここで奪って遠めの位置から上辻のシュートでした。最後は遠めの位置から狙っていきました。